つもりなんだよ。塔に登るの言ったでしょ。夜この塔を登ればいつか外の世界に出られるって。昼には青い空、夜には星の光が見られるって。もうこんな暗い世界はうんざりなの。ごめんね夜、ごめん。私のことは忘れて、私が生まれ変われるように。やだナイル、行くな。ナイル行かないでくれ。君が行くなら僕は死ぬまでついていく。ここはどこ？これはこれは珍しいお客様がいらっしゃいましたね。誰だ？自らあの扉を開けて入ってきた訪問者はいつぶりでしょう。塔へようこそ、坊ちゃま。どう、ユリ？私の言った通りでしょ？本当に自分で扉を開けて入ってきたの？そうだよ。でもあの子めちゃくちゃ弱そうじゃない？ヘドンの試験を生き残れるかな。エヴァンついてきな。最下層へ向かうわ。はい。最下層って本気ですか？王室の警告を忘れたんですか？ウレック以来の非選別者なのよ。超ビッグイベントじゃない。そんなイベント誰も求めてませんってば。俺は命が惜しい庶民なんですよ。そんなに急いでどこへ行くのかしら。また騒ぎを起こすつもり？それともお父様の名に泥を塗りに行くの？どちらにしてもやめておきなさい。最下層はあなたが関わっていい場所じゃないの。姉さんは顔を突き合わせるたびに小言が増えるわね。やっぱり年は隠せないってわけ。相変わらず怖いもの知らずね。さあ、怖いもの知らずは私じゃないって。この私を止めようとしてる奴らだと思うけど。どうしてマスチェーニ様に喧嘩を売ったんですか？あら、小言を言う前にこの衛兵から倒したらどう？必死になって可愛いわね。まだ遊んでくれるの？面白くなりそうな。これ以上は危険です、ユリ様。俺が援護します、フィッシャー。ユリ様、今です。行くよ、ローズシャドー。まだよ、油断しないで、エヴァン。
最下層の試験は終わり、柵の向こうにいる怪物をかわしてボールを割れば合格です。簡単でしょ。結局来ちまった。ですがいきなりボールだなんて無茶苦茶ですね。まあヘドンのやつも歓迎はしてないでしょ。非選別者はいつだって塔に波乱を呼ぶもの。あいつきっと死にますね。かわいそうに。助けてやる？え、なんで俺たちが呼んでるのよ。あいつが私をね。ん？あいつ試験を受けるつもりか？さすが、期待を裏切らないわね。行くよエヴァン。ちょっと待ってください。止まれ。見慣れぬ世界の外から来たものよ。扉を開くのだ。さすれば全てが始まる。これはこれは、夜お坊ちゃまが去ってまだ間もないという、再びお客様がいらっしゃいましたね。あなたのことは何とお呼びすればよいでしょうか。名前ですね。夜お坊ちゃまにあの少女、そしてあなた。非選別者がこれほど短期間に複数現れたことは未だありません。いわば何者かの意志とでも言いましょうか。私はその意志を受けあなたを待っていたのです。今はまだ全てをお話しするわけにはいきませんが、この塔にはあなたのように運命を担う夜という少年がいます。その少年の足跡をたどり、力を貸してあげていただけませんか。あなたもまたその少年と同じ非選別者なのですから。約束していただけるのでしたら、塔を登る間は物心両面からお手伝いしましょう。でしたら今度はあなたの望みを伺いましょうか。あなたはなぜ塔へいらっしゃったのですか。それは大変ですね。そのような状態で歩き回るには塔は非常に危険な場所です。でしたら記憶を取り戻されるまでこの塔の案内役をお付けしましょう。そろそろ来るはずなのですが。ありがとうございます。ヘドン先生、遅刻しないためにはこの方法しかなくて。あ、ところでこの方ですよね。伺っていた通り、ただものではなさそうですね。では参りましょう。このリンがしっかりサポートいたしますので。いろいろと気になることはおありでしょうが、後ほどゆっくりご説明しますね。ひどいですよ。この塔を一つの世界として維持し続けるには何が必要かお分かりですか。疫病、災害、戦争、混乱、そして規格外の人間です。彼らは恐怖の対象であり、
必要不可欠な存在。この地の土壌を変える新たな波なのです。その規格外の人間こそがあなたです。あなたの前は夜お坊ちゃまがそうでした。夜お坊ちゃまと共にこの塔を洗い流す新たな波となってみませんか。承諾していただけるのでしたら、リンが彼のもとまで導いてくれるでしょう。くふふ、よろしい。この話は我々だけの秘密といたしましょう。さあ、塔を登りなさい。少年と会えるかもしれませんよ。その前に協力者をご紹介しましょう。塔の祝福があらんことを。じゃ、これからは正当防衛。どれにしようかしらね。